では最後のニュース、ブエノスアイレスでカーニバルが始まります。本日ブエノスアイレス州でカーニバルのスタートが決められます。ブエノスアイレス市内の幹線道路ミルナインアミーユとして知られるコリエンテス大通りでパレードが行われます。2月の第1土曜日より毎週を待ち、2月、市内の各地でカーニバルパレードが見られます。カーニバル祝日として2月16日と12日が祝日2日として制定されています。皆様、ご視聴ありがとうございました。